事というのは楠木正成とされてますが、多分それはある意味本当だと言えます。じゃあ本当の忍者の最初は誰なのか、一体誰なのかっていうと、我が国においてはですね、なんと初代神武天皇時代なんです。えってなると思うんですけど、これは本当です。我が国の歴史でいきましょう。ね、日本忍者史、忍者史太鼓編です。忍者史太鼓編でなんと我が国の初代天皇神武天皇からスタートです。